あ、夜間。はい、MPF チャンネルです。こちら、ホンダさんの C125 新車になります。新車ですのでね、これから納車整備の方を進めていきたいと思います。それではフロントホイール、アクセルシャフトのグリスアップとフロントブレーキパッドの面取りしていきたいと思います。フロントホイールの取り外しにはアクセルのシャフトの方には 14mm、アクセルのナットの方には 19mm の電池が必要となります。で、ブレーキキャリパーの方はね、取り外ししなくてもホイールの方は、リム幅が細いのでそのままね、抜くことができます。ああ、また硬い。これ、規定トルクで締まってると思いますか？ああ、緩まん。よくね、これ、手で締めてて、トルクレンチ使わないんですかいう方いらっしゃると思うんですが、新車でもこのような状態ですからね。多分、テルクレンチの方が正確だと思います。まあ、新車ですのでね、キャリパーがちょっとフロントホイールに当たらないように養生しておきます。シャフトはこのような状態ですね。グリスは塗ってありませんね。締め付けもまあ先ほどのように結構な力で締めてありますので、ハブのベアリングにもあんまりよろしくないかとは思います。これね、タイヤが細いのでロードバイクとかでしたらね、スポーツバイクとかでしたらリムの太い車両でしたね、キャリパーに当たって、フロントオイル外れない車両多いですが、カブの場合ね、タイヤ細いのでキャリパー取り付けたままでもフロントオイル取り外し可能です。で、フロントオイル取り外し時の注意ですが、現在センタースタンドで車体の方は立てています。で、その前のステップバーのあたりに、簡易的にちょっとね、ジャッキの方をかけています。このように軽くジャッキの方を当てています。で、車体の方はガソリンが入ってない状態ですので、今ね、フロントホイールを取り外してみますと、前よりに重心が来てしまって、ジャッキをかけてない場合、フロントにね、車体の方が倒れ込んでしまいます。で、このガソリンをね、入れていれば多少はまあ後ろに重心が寄るとは思うのですが、まあガソリン少ない状態とかですでね、フロントホイールを取り外しますと、重心が前に来て、車体倒れてしまいますので、必ずね、ジャッキの方を軽くかけるようにしてフロントホイールは取り外すようにしてください。こうハブのね、カラーのグリスの方ですが、多少塗ってありますね。反対側も見てみましょう。こちらはちょっと少ないというか、あんまりほぼ塗られてないですね。で、ステムの状態もちょっとね、見ておきたいと思います。ちょっとね、ゴリゴリがありますよね。で、ここで引っかかるんですよね。こう止まるんですよね。ちょっとね、これはレッグ外す作業があるので、レッグ外した時にステムはちょっとね、
確認しておきたい、締め付けをね確認しておきたいと思います。ちょっとゴリゴリがひどいですよね。でワイヤーとかハーネスのね引っかかりがあるんじゃないのという方もいらっしゃいますが、これはね明らかにベアリングの抵抗ですよね。ちょっとゴロゴロしていますよね。まあ締めすぎだとは思いますので、ちょっとね変な癖がつかないうちに早めにこれはね修正しておきたいと思います。こちらハブのオイルシールの方、左右ともね耐水性グリスで、グリスアップし直しましたので、これからフロントホイールの方装着したいと思います。でこの部分ですが、これねディスクの取り付けボルトがフォークと干渉しますとホイールがね入りづらいので、取り付け位置ちょっと気をつけてください。でシャフトの方にも耐水性グリスを塗布してあります。こうジャッキをかけてますと車体の方不安定ですので、フロントタイヤ取り付けてアクセルシャフトを差し込みましたら、ジャッキの方をね緩めてあげて車体が落ち着いたことを確認して、アクセルのねナットを締め込むようにしてください。そのままね浮いたまま締めてますとちょっとねバランス崩したりしますので、お気をつけください。でナットの締め付けも終わりまして、フロントタイヤの取り付けが終わりましたら、ディスクブレーキの場合ブレーキパッドがね、取り付けの際開いていることがありますので、そのまま走り出してしまうとブレーキレバーのね握りが深くなってブレーキが効かないこともありますので、取り付けした際はブレーキレバーをね 2,3 回握ってあげて、ブレーキパッドの位置をねちゃんと元の位置に落ち着かせてあげてください。これはねリアがディスクブレーキの車両でも同じことが言えます。ホイール取り外した場合ね、結構角が立ってますので、これはねちょっと面取りしておきたいと思います。こちらもですね、スライドピンの方はグリスはちゃんと塗布されています。まあ、スライドピンのグリスはね塗布してありましたので、ほどほどに塗って組み付けておきます。
フロントオイル取り付けしまして、現在センタースタンドを立てた状態でフロントをねジャッキで持ち上げまして、フロントタイヤね浮いた状態でフリーになっています。この状態でハンドルを左右に切ってみますと、やはりねハンドルの方にゴロゴロっといった違和感があります。でフロントホイールをね外していた時と同様にこうねハンドルを切ってみますと、カクッと、このちょっとハンドルが斜めになった状態で、カクッと一番ね、引っかかりが大きいところがあります。で、このね、ステアリングステムのベアリング、こうハンドルのベアリングのガタがなぜ起きるかと言いますと、まあ通常ですとね、外部から大きい、衝撃ですよね。転倒ですとか、事故で、ぶつかったりですとか、そういったもので、ベアリングの受けに、打痕ですよね。そのぶつかった衝撃で型がつきまして、そこにねこうボールですとかローラーが引っかかってしまって、こういうゴリゴリといった違和感が出たりします。あとね長年の使用によって、摩耗ですとかが起きまし摩耗ですとかねやはりガタが出まして、で、引っかかりが出たりいうのもあります。ですがねこの車両の場合新車ですので、そういったね外部からの衝撃等は考えられにくいですので、考えられるとしましたら、新部品のね組み付け時に、先ほどのアクスルのようにちょっとね締めすぎてしまってベアリングにこうね抵抗ができてしまっているものと考えられます。でこの状態でねちょっと乗り続けてしまいますと、タイヤの辺摩耗ですとか、あとね引っかかりが大きくなってきてね操縦安定性にちょっとね難が出たりすることもありますので、これはね後ほど直しておきたいと思います。